皆さんこんにちは、柚月志郎です。はい、今回からポケットモンスターピカチュウ、はい、こちらやっていきたいと思います。いや懐かしいね。はじめまして、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前はオーキド、みんなからポケモン博士と慕われておるよ。この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至る所に住んでいる。そのポケモンという生き物を人はペットにしたり勝負に使ったり、そして私はこのポケモンの研究をしているというわけだ。でははじめに君の名前を教えてもらおう。ふむ、柚月シロと言うんだな。こいつはわしの孫、君の幼なじみでありライバルである。名前はなんて言ったかな。そうだそうだ、思い出したぞ。柚月黒という名前だ。ライバルはね、柚月黒にしました。柚月白。いよいよこれから君の物語が始まりだ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツゴー、行ってみよう。あ、懐かしいね、こういう感じ。さて、ゆずきしろはスーパーファミコンをしている。よし、そろそろ出かけよう。おー、懐かしいね、こういう感じ。こういう感じでしたわ。あ、お母さんだ。お母さん、そうね。男の子はいつか旅に出るものよ。テレビで。テレビの話か。そういえば隣の大木戸博士があなたを探していたわよ。オッケー、よし行ってみよう。わー、なんかこういう感じだったの気がするな、昔も。大木戸博士こちらでしょうか。あら、こちら柚木黒。よう柚木白、大木戸のじいさんならいないぜ。ポケモンをくれるって言うから俺も急いで来たんだけど。いないか。キョロキョロしてるな。いなくなっちゃったか。この机の上のこれもらえんかね。モンスターボールだ。中にポケモンが入っているぞ。それだけだな。仕方ない、行くかね。本気で博士いないな。よいしょ。おい、待って待つんじゃ。大木戸博士来たね。大木戸、危ないところだった。草むらでは野生のポケモンが飛び出す。お、来たか。あ、ピカチュウ。野生のピカチュウが飛び出してきた。お、もうモンスターボールっすか。ピカチュウ来た来た、やった、ピカチュウを捕まえたぞ。このように草むらはいつポケモンが飛び出してくるかわからない。こちらもポケモンを持っていれば戦えるのだが。そうじゃ、ちょっとわしについてきなさい。ん？お、そういえばピカチュウ版はこれライバルはやったら何のポケモンをもらうんだったかな。ゆずき黒、じいさん待ちくたびれたぜ。おう、ゆずき黒、なんじゃ、もう来ていたのか。しばらくしてから来るように言っておったのに。まあよい、ちょっとそこで待っておれ。ほれ、ゆずき白、そこに丸い玉があるじゃろ。ほほ、モンスターボールといってポケモンが入っておるのじゃ。それをお前にやろう。さあ取るがよい。ゆずき黒、あ、ずるい、じいさんわしにもくれよ。まあそう焦るでない、ゆずき黒。お前にも後でやるから。これか、これいただけるんでしょうか。あ、うわ、ゆずき白、こいつは俺がもらったぜ。なんてやつや。ゆずき黒はポケモン横取りした。こら、ゆずき黒、何をやっておるのじゃ。じいさん、俺はこれが欲しい。仕方のないやつじゃ。よかろ、そのポケモンはお前にやろう。
どうせお前にも渡すつもりだったからな。ゆずきしろ、こっちに来てくれんか。私はあれですかね、ピカチュウですかね。ゆずきしろ、こいつはさっきのポケモンじゃ。捕まえたばかりであんまり人には慣れておらんが、こいつは代わりにやろう。ゆずきしろは大木戸博士からピカチュウをもらった。うん、ピカチュウにニックネームか。そうね、つけようかね。ポケモンの名前はね、こちらにしました。シロチュウ。うん、シロチュウでございます、こちら。あ、ピカチュウって言った、今言ったよね。あー、こういう感じなんだね。懐かしい感じでございます。これでもう用はなかったか。そうじゃ、野生のポケモンが出てきてもそいつを戦わせていけば隣町へ行ける。これは黒は俺のポケモンの方が強そうだぜ。マジか、何もらったんだよ。何だったかな、ピカチュウ版だと。ん、待てよ、ゆずきしろ、性格じいさんにポケモンもらったんだぜ。ちょっと俺の相手してみろ。マジか、来たね。さあ、黒はこれ何もらったんやろか。ゆずき黒が勝負を仕掛けてきた。あ、EV なんだ。あ、そうか、EV だったんだね。まあまあ、電気ショックでね、こちらやらせていただきましょう。お、お、麻痺して技が出なくなったか。出にくくなったのかな。敵の EV は体が全て動けない。来た来た、ラッキーラッキー。これ電気ショックですわ。うん、シロチュ頑張れ。敵の EV は体が全て動けない。頑張れシロチュウ、いけ。急所に当たったか。お、尻尾を振る。しかしうまく決まらない。いけるぞシロチュウ、決めたれや。敵のイーブは倒れた。うん、シロチュウ97経験値。言えなかったな。はい、お、レベルアップでございます。ありがとう。お、尻尾を振る覚えた、かわいいね。ゆずきくるとの勝負に勝った。うん、そんなバカな、お前のポケモンに。そりゃよかった。うん、お、175、ありがて。よし、他のポケモンと戦わせて、もっともっと強くするぜ。ゆずきしろ、じいさん、そんじゃあばよ。うん、言っちゃったな。お、おや、ほう、珍しいことだが、そいつはモンスターボールが嫌いなようじゃの。ならば連れて歩いたらどうだ。その方がそいつも喜ぶことじゃろ。話しかけて様子を見ることもできるからな。なるほどね。お、不機嫌な感じになってるわ。さあ行こう行こう、ピカシロチュウ。うん、あ、間違えた、シロチュウ。お母さんには特に何も言わなくてよかったかな。さあ行ってみよう。お、これはコラッタや。いやいや、懐かしいですな、こちら。デキショック。お、これ捕まえられるかな。麻痺して技が出にくい。いいぞこれは。道具持ってないんだ。もう戦うしかないな、じゃあ。よしよし。お、シルチュは経験値24の経験値もらった。やっぱり家に戻ろう。なんか地図とかもらえてるの気がするんだよね。お母さん。ゆずきしろ、あんまり無理させてるとポケモンに嫌われるわよ。休んでいったらどうかしら。強制的や、強制的に休憩やった。うん。あらあら、あなたもポケモンも元気いっぱいね。それじゃあ気をつけて、いってらっしゃい。うん。これライバルの黒さんちは、あれかね、なんかなかったかな。ゆずきしろくん。弟のゆずき黒なら、おじいちゃんの研究所よ。あ、それだけだったか。特に何もなかった。まあまあ、じゃあ、しろちゅう一緒に行こう。うん。さあ、次はね、あ、わー、ポポだ、かわいい。さあ、ピ
カチルチュ、うん、ピカチュウじゃん、シルチュやるんや。おお、効果抜群やで、これ。これはいいぞ。ここは、ここはエチバンドール。マサラタウン、トキワシティ。うん。結構敵が出るな。またポッポのようだな。あ、レベル高い。いやー、モンスターボール持ってたらぜひともね、これ、欲しいところですな、ポッポ。うん。砂かけか。お、命中率下がった。いけ、ポッポじゃない、集中。よしよし、いいぞいいぞ。じゃあ行きましょうかね。トキワシティへね、レッツゴーです。うん。ポッポレベル4。さあ、シルチュのね、腕の見せ所です。うん、いやー、にしてもやっぱり強いですね、ピカチュウは。うん。レベルもね、また上がっちゃうんじゃないかな。よいしょ。あら、これは誰だろう。道に段差があるだろ。飛び降りるのはちょっと怖いけど、マサラタウンに帰るときは、早く帰れていいよ、と。なるほど。行こう行こう。お、トキワシティにこれつくんじゃないか。お得な掲示板。ポケモンには体力のほか、技を繰り出す元気のもと、パワーポイントがあります。技ごとに、パワーポイントがなくなったときも、ポケモンセンターで休ませて。なるほどね。お得な掲示板でした。はい。ポケモンって書いてあるな。あ、ポケモンセンター。あ、ラッキーもいる隣に。ようこそポケモンセンターへ。ここではポケモンの体力を回復いたします。モンスターボールをお預けになりますか？お願いします。あー、この感じ懐かしいな。うん。お待ちどうさまでした。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。うん、さあ、行こう、ピカチュウ。ピカチュウ、シロチュウ。うん。ショップでね、買いたいんだよね。ショップってどこだったかな？ショップショップ。あ、これかな？ショップ。モンスターボール欲しいんだ。お、君はマサラタウンから来たんだね。はい、そうですよ。大木博士知ってるよね？これ頼まれてるんだけど。渡してくれるかい？お、届け物預かったか。うん、じゃあ大木博士によろしく。ああ、まだ買えないんだね。じゃあ仕方ない。大木戸博士に届けよう。シルチュー。こっちかな。うん。かわいいな。後ろのこれシルチューがね、トコ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 ついてきますよ。行くぞ。近いな。もう散るって。そういえばあの人なんだろう。ちょっと話しかけてみるかな。こらった。もうそろそろこれ白中レベル上がるんじゃないか？結構経験値入ってるようなね、気がしますけど。お、尻尾を振るか。チョコザイナ。やったれ、白中。よし、急所に当たったか。オッケーオッケー。お、来た。白中レベル7。うん。まだ新しい技は覚えないね。この人は？フレンドリーショップの店員、うん、便利な道具屋ですから、トキワシティでぜひ寄っていってくださいね。そうだ、見本を差し上げましょう。どうぞ。あ、傷薬いいの？ありがとう。いや、人には話しかけてみるもんですわい。さあ、沖田博士の元へ。お届け物預けたらなんかもらえたような気がするな。おう、ゆずきしろ。どうだい？わしのやったポケモンは。ほう。だいぶ懐いたみたいだな。お前ポケモントレーナーの才能があるな、と。わしには、渡すものが。ゆずきしろは大木戸博士に届け物を渡した。お、これはわしが注文してた？特製のモンスターボールじゃ。どうもありがとうよ。うん。ところでさっき言い忘れたが、お願いがあるんじゃ。お、帰ってきた、黒が。
ん？じいさん、俺のポケモン育ったぜ。ちょっと見てくれよ。おう、ゆずき黒か、ちょうどいい。お前たちに頼みがあるんじゃ。机の上にあるのは、わしが作ったポケモン図鑑。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれてページが増えていくという、大変ハイテクな図鑑なのじゃ。うん。ゆずき白、ゆずき黒、これをお前たちに預ける。ゆずき白は大木戸博士からポケモン図鑑をもらった。ありがとう。この世界のすべてのポケモンを記録した完璧な図鑑を作ること、それがわしの夢だった。しかしわしももうじじい、そこまで無理はできん。そこでお前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。さあ二人とも早速出発してくれい。これはポケモンの歴史に残る偉大な仕事じゃ。うん。よしじいさん、全部俺に任せな。ゆずきしろ、残念だがお前の出番は全くねえぜ。そうだ、うちの姉ちゃんからタウンマップ借りていこう。ゆずきしろには貸さないように姉ちゃんに言っておくから、俺ん家に来ても無駄だからな。と、さすがライバルですね。もう沖戸博士大丈夫でしょうか。世界中に住んでいるポケモンたちがゆずきしろ待っておるぞという感じでね、サイコピカチュウ。タオマップもらいに行こう、ライバルの地からくれるよね確か。大木田のおじいちゃん、お仕事頼んだんだって。大変ね。これあげるから使って。お、タオマップもらいましたわ、うん、ありがとう。やっぱ優しいね。自分のいる場所や町の名前が知りたいとき、タウンマップ使うといいわよ、と。早速ちょっと道具でね。タウンマップ。うん。ああ、マサラタウンね。おう。こういう、あ、こういう感じでね。うん。いろいろそういえば場所がありましたな。早いところね、モンスターボールが欲しいんですけど。いただけないでしょうかね。ちょっと時はシティにて買ってくるか。うん。コラッタポッポあたりはね、ぜひともいただきたい。うん。ああ、懐かしいな、ポッポ本当に。うん。さあ、シルチュウやってくれ。シルチュウももうレベル7だからな。ここが抜群ですわい。よしよし。さて、早いところね、いただきましょうかね。ここはポッポとコラッタしかいない草原のようですね。うん。もうちょっと先の方行くと、なんだっけな、ニドキングじゃなくて、なんだっけ、ニドリーナーメスとニドなんとかのオスみたいなのがさ、いたような気がするんだが、うん、ちょっとね、曖昧な感じになっておりますわ。ショップショップ。さあ、これで買えるかな？モンスターボール。モンスターボールくださいな。お探し物です。3000も持ってんのか。5個ぐらいいただきましょう。さて、それではね、捕まえに行きたいと思う。うん、まずは、ポッポとコラッタ。あ、こっちでも取れなかったかな。この先にも一応、草むらがあったな。こっちのさ、ここら辺に。あ、あとこの先。そういえば、ここら辺なんか落とし物があったような気がするんだが。なかったか？あ、やっぱりあったね。ゆずきしら傷薬を見つけた、うん。こういうことがね、ありますからね。うん。確かここに草むらがあったんだよ。うん。ここね。これこれこれ。ここで、どうだ。お、来た。ニドラン、オスだ。うん。そうだそうだ。ニドランオスとニドランメスか。いたような気がする。どうや？お、急所に当たった。これ捕まえられるな。
私ニドキングがねすごい強かった思い出があるんですよ。これ進化させてさ、ニドキングにすると、あ、ダメか、睨みつける、もう一回や、もうサボるけ、よしよし、やった、来た、ありがとう、来たね、毒針ポケモンなんだね。うん、なるほど。ニドラン、これはもうこのまま行きましょうかね。よし、これで他に何が出る？あ、これはメスやん。ニドラメスか。これも捕まえよう。あ、でもレベル2だとさ、ちょっと弱すぎて倒しちゃうかな。いや、一発っぽいね。仕方あるまい。ちょっと強すぎたな、白宙が。さあ、他には？お、また来た。レベル4か。レベル4だったらなんとか。いけ。頑張れ、白宙。よし。鳴き声か。攻撃力下がるんだよね。でもちょうどいいかも、捕まえるんだったら。あ、急所に当たった。なんてこった。白宙は手加減ができんようだな。コラタとかポポもちょっと強いの。あ、これは。鬼スズメ。あ、いたかも、こういうの。レベル6じゃん。捕まえようよ。いけるかな。ああ、ダメや。急所に当たってしもうたわ。この白地はちょっと強すぎるな。やばいな。白地レベル上がっちゃうわ。電磁波。白地、強すぎるな。捕まえれんかな、他のポケモン。どうだろうかね。いけるかな。お、コラった。レベル3か。白地を殺しちゃうな、きっと。どうだろう。いけるか。いやー、そうだよね。ちょっと弱すぎちゃったね。この先にも草むらなかったかな。あ、これは、あー、ゆずきしろ、ポケモンリーグに行くのか。やめとけ、お前どうせバッチ持ってねえだろ。見張りのおっさんが通してくれねえよ。それよりさ、お前のポケモン少しは強くなったかよ。あ、そうか、ここで戦闘か。まあまあいいか。白宙も強くなったしな。あー、鬼スズメ捕まえたんだね。レベル9になってるやん。マジか。うち、白宙しかいないんだけど。電気ショック。これで行くしかないわ。効果抜群。ナイス。お、いいよ。麻痺した。これはいい。いや、疲れるとちょっと。あ、効果今一つか。よかった。電気ショック。いけ。白宙。効果抜群。サンキュー。いやいや、白宙強えな、やっぱ。お、EV。取り替えますか。いえ。さあ、EV、8レベルか。いけ、白宙。あ、攻撃外れたか。あ、両方とも、微妙な感じでしたわ。いけ。尻尾振るか。防御力下げてんな、これ。電磁波って何だったっけ？電磁波。お、あ、麻痺するやつだ。うん、ふわふわ電気ショック、これでいいぞ。あとは EV 麻痺しとるで、今のうちにチルチルやっていこう。うん、命中率下げよったな。いけ、よしよし、体がしびれて動けない。今のうちや、じりじりとやっていこう。尻尾振るか。またこれ姑息な。いけ、電気ショック。あ、攻撃外れたか。お互いちょっとこれ自利な感じですな。よし、来た。あー、よかった、白宙が強くてよかったわ。やべえな、白宙どんどんレベル上がってっちゃうわ。お金くれるかな。お、280円。どうやらポケモンリーグには強くてすごいトレーナーがうじゃうじゃいるらしいぜ。どうにかそこを通り抜ける方法を考えなきゃな。お前もいつまでここらにいないで、とっとと先に進めよ。という感じでね、行ってしまいました。
ちょっと白宙が強すぎるからな。大丈夫かな。もうポケモン捕まえられるかな。あ、鬼スズメ捕まえたい。レベル2か。これ白宙倒しちゃうもんね。これ強すぎるんだよ。ちょっと白宙がレベルも上がっちゃったし。まあいいまあいい。ちょっとさっき捕まえたニドランオスとかでさ、ちょっとそこら辺のポケモンでもね捕まえましょうか。地味にね、うん、まずはちょっと回復ですわ。ねポケモンセンターで、さて回復します。お願いします。ポケモン2匹だね。うん、いやまさか最初にね捕まえたポケモンがニドランオスとはね。うん、いやでも昔本当にニドキングがねすっごい強かったのをね覚えてるんですよ私。まあまあちょっとやっぱポッポとか捕まえに行こうかね。うん、ポッポコラッタあたりをこうちょろちょろっと行かせていただきましょうかね。お、来たぞポッポ。レベル3か。まあまあいいかな。さあニドランやるんや。どうや地道にね。あー、風起こしそういえばあったね。地味にあっちのポポの強いようだな。風起こしか。やるな。危ない危ない。いけ。よしよし。あー、死ぬ。これでね、確実に捕まえるために白宙に電磁波をね。電磁波でこれ。あの方をね弱らせていただきたい。電磁波いけ。白宙よしよし。麻痺してる。これで捕まえやすくなったかな。いくぞモンサーボリア。いけ。これでポッポいただきか。来た。やったね。ポッポを捕まえたぞ。ポッポのデータがね新しく図鑑にセーブされたよ。うん、よしよし、ありがとう。ちょっと回復してこようかな。とりあえずこれでポケモンね3匹なりました。うん、ありがてありがて。ということでね、これからもねこのポケットモンスターね、うん、頑張ってやっていきたいと思います。ピカチュウ版なんとかこれ3匹になったからね。うん、ちょっと地道にね強くしてちょっとこのジムリーダーにもね挑戦していきたいと思います。はい、それではまた次回。ゆずきしろでした。